どうもこんにちは、マスダンコスタです。今日は群馬県のぞり湖に来ました。こののぞり湖は別名天空の湖と呼ばれていて、標高 1500m に位置しています。ここに定期的にニジマスが放流されて、その中でもハコスチという引きが強い魚が放流されています。このハコスチが湖に馴染み、保護色として背中が青色に変化する個体、これをブルーバックという個体に変化して今回そのブルーバックを釣っていきたいと思います。もう一律1000円なんですね。そうです。あ、なんか1000円ガチャ。今回はマスケンコスタとマスケンチャンネルでおなじみ関東先生長谷川塾長のFPB ルアーズスタッフのお二人と釣りに行きました。お二人は最近発売されたブレイブネイティブの実況も兼ねて一緒に釣りをしていきます。え、食べるんですか？めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね、本当。なんですね。やっぱ沖しかもう無理なんか。ライズがあったん。イエーイ。わかんない。とりあえずネットに入ってほしい。入ったー。初めてネットに入りました。いいなー。ブルーバックじゃない。ヒレ結構ピンピンだよ。綺麗綺麗。ちょっと撮っていいですか？いいよいいよ。すごい。これはまさか。まさか。これブレイブの 3.6 ネイティブです。わお。プロパーのチャートシルバーです。ブルーバックですね。ブルーバックっぽいっぽいよね。サバっぽいですもんね、なんか、うん、今日帰れる、やったいや、これもサイズアップを狙っていく感じですよ ね。ちょっとポイント移動しましょう。今初めて1時間やって当たりが自分にはないんですけど、諏訪さんが、ブルーバック1本取りました。で、ここでちょっと移動してどんなもんか、まあやってみましょう。今回のタックルも、カーディフ NX、 ロッドがカーディフ NX で、リールがコンプレックス XR 2500ですね。いや本当にそれですだよ。あれ、あの上げてんの誰もいなかったマッキー、いつもあそこ見て釣りしたいなって思ってたんですよ。おー、あったー、取ってます。いや、いや、どら、まあこれが箱っきよな。まあでも、まあでもよく飛んだやつだよ、しょうがない。4飛びぐらいしましたよね。やばいやばいやばい、でかギュンギュン。これドラッグがやばい。ちょっと締めてもいいよ。
ジョッペツカなんですよ。お、でかい。あー怖い。綺麗な青。ベリーズの、ベリーズで習ったことを生かして、ベリーズで習ったことを生かして、おーやった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 、嬉しい、すごい嬉しい、え、超ヒレピンじゃん、嬉しい嬉しい、でもしかも動画、まず動画、まず動画、よくわかんないっすね。飛距離が大事ですね、今日はね。あ、こっち。はい、おめでとう。やったぜ。いいですね。ぷいっと。おー、がっつりだ、がっつり。顔がとっ。いや、よかったね。まあでもこれがスイッチルートに言われる帰り道の元機械になったら、そっから帰りましょう。お、パシャついてますね。おお、どほほ、やった、こんなに高いのかもいいんじゃないのですね。へい、ブレイブで釣れました。いや、行けっかなと思って。ハイバのサブログです。なんかあんまりエリアで使うことないんで、ちょっと試しに持ってきてたんですよ。よいしょ、ゲッツ。ハイバーストの 3.6g でゲッツしました。今日2本目、ハコスチですよね、あれは。あー、来てますね、来てますね。クーガー、クッター追ってきてましたね。で、いたずらしてくるんで、ちょっと我慢して。よっしゃ !2 本目、あ、3本目か。よいしょ、よいしょ、それは、え、お、お、しかも、意外とでかいんですか？わかんない。でかいでかい。出ばかりかな？ん？ボトムに当たったかなっていう、なんかコンコンみたいなのがあったら、けど、魚でした。お、いいですね。いいですね。はい、諏訪さんの口癖が映っちゃいました。俺口癖、あ、でも言う、言う、言う、私にす。すごい、すごい。はい。はい、ちょっといいか。はい、ブレイブ 3.6 ネイティブイノセントイエロー。おー、はい、無事のぞり子で釣りが終わりました。結果は3キャッチ2バラシということで、
自然の馴染んだやつが釣れたと思うので、これをブルーバックかどうか、皆さんちょっとブルーバック詳しい方ぜひコメント欄にブルーバックかどうか教えてください。とりあえず